日高のアイヌ民族の団体が北大と新日高町を相手取り遺骨を返還するよう求めている裁判、今日札幌地裁で初弁論が開かれました。今日午後、アイヌ民族の団体コタンの会の人たちが札幌地裁に入りました。北海道大学が保管している民族の遺骨を返すよう訴えています。訴状によりますと、北大は1931年以降、遺骨が埋葬されていた当時の静内町などでアイヌ民族の墓を掘り起こしたとされ、コタンの会は北大に対し195体の遺骨の返還を求めています。また現在の新日高町に対し遺骨を埋葬するための町営墓地を提供するよう求めています。北大は町の委託を受けた墓地の改装事業のために墓を掘り起こし、当時の静内町が北大に遺骨を渡したとされています。今日の裁判でコタンの会の副代表は先祖への敬意を示したいとして、先祖が残したアイヌ語を交えて訴えました。意見陳述で葛野次男副会長は、死者の肉体は生まれ育った土に返すというアイヌ民族の死生観を説明し、故郷の地で尊厳ある慰霊を実現したいと訴えました。一方、被告側の双方は訴えの棄却を求めています。北大はまだ理由を明らかにしていませんが、新日高町は2020年に白老町に完成する象徴空間に遺骨を移すという国の方針を支持している、町内の別のアイヌ団体が原告に加わる場合などに限り和解協議に応じたいとしています。やっぱり土に帰る、あそこにいたら土に帰られない、もしりこるふって言ったら土のね、土の母って意味だな、そこに返すことを考えてほしい。